プロ野球の第二次戦力外通告期間も一週間が過ぎ、各球団の戦力整理が進んでいる。楽天は27日に和田連外野手と清水優也外野手に来期の契約を結ばない旨を通告し、これで支配下と育成を合わせて14人が戦力外となった。中でも目立ったのが和田ら、トレード組、だった。写真、美人妻とベッドの上で、 楽天外野手の家族3人幸せショット14人のうち、トレードで加入したのが和田の他に、住谷銀次郎捕手、高田法政投手、横尾都武内野手の4人となった。和田は2013年ドラフト2位で巨人に入団。巨人では2018年に5試合に出場したのみで、2019年7月に古川有利投手とのトレードで楽天入り。 同年は31試合に出場もこれが自身最多で、今季はわずか2試合の出場だった。住谷は2005年高校生ドラフト1巡目でセーブ入り。ゴールデングラブ賞を2度、ベストナインを1度受賞するなど聖保守として支えた。巨人を経て、2021年7月に金銭トレードで楽天に移籍した。 今季も65試合に出場してベテランとして投手陣を牽引したが、新たな道を探すことになる。高田は2016年ドラフト5位で巨人に入団するも、わずか3登板のみで2020年に高梨祐平投手とのトレードで楽天へ。2021年に4試合に登板したが楽天でも勝利をつかむことはできなかった。横尾は2015年ドラフト6位で日本ハムに入団し、 2018年には74試合の出場で9本塁打を放つなど飛躍の兆しを見せていた。池田隆秀投手とのトレードで2021年から楽天でプレーする。同年に30試合出場も最近2年間は1軍出場がなかった。大事な戦力を手放しながら、チーム状況などに応じて補強ポイントを補うトレード。 新たな活躍を目指して新天地にやってきた選手たちだったが、数年を経て岐路に立った。